特別なイケメンでもなくお金もない、そんなおっさんが素敵なイケてるおっさんで続けられるにはどうすればいいんでしょう。今回はイケてないおっさんとイケてるおっさんの違いは何なのか、そしてどうすればイケてるおっさんで続けられるか考察していきたいと思います。どうもリゴロです。人は見た目、世はお金なんて言われてますけど、男も女もですね、どんなに年齢を重ねても、いつまでもイケてるって言われたいし、周りにもてはやされたら嬉しいものですよね。で、特に中年になって、油断してね、生きていると、腹が出てきて、毛が抜け、歯が抜けみたいなね、本当は美意識が薄いとですね、彼とともにいろいろ絵的に見にくくなってくるわけですね。で、このイケてるっていう定義、感覚って、女性と男性では若干違うとは思うんですけど、男性側から見てイケてるって思う男性でもですね、女性側から見たらそうでもないみたいなことって多々ありますよね。ただ総じて言えることは、見た目がイケメン、あとはお金持ちですね、は無条件にですね、男性からも女性からももてはやされる傾向にありますよね。で、今回はそういったイケメン&お金持ちじゃなくてもですね、イケてるおっさんになるにはどうしたらいいのかを、僕なりに検証してみました。で、まずですね、こういう話ってすごくデリケートで、お前何様だよというね、僕がどの立場で話すのかっていうことについてなんですけど、僕も50年生きてきて、いろんな分野で活躍されてる多くのイケてるおっさん、憧れるおっさんをですね、目の当たりにしてきたわけですね。そこで感じたことをベースにしているってことと、あとはですね、仕事で20代から、60代の多くの女性と、頻繁にコミュニケーションを取っているので、生の、女性の意見だったりデータが結構蓄積されてますので、基本は僕の、肌感でのお話になりますけど、ある程度はですね、客観性のあるお話であるということを、ご理解いただけるとありがたいです。まずここで言うね、いわゆるイケメン、お金持ちでどのレベルのことなのかをお話しするとですね、まずイケメンですね。で、僕が思うそのイケメンおっさんの定義はですね、おっさんという表現が全く似合わないおっさんのことです。で、分かりやすい例えで言うとですね、歌手の米倉俊則さんですね、もう彼のね、顔、身長、スタイル、清潔感、あとファッションセンス、声、トーク力、あと色気ですね、もうイケてるっていう形容を形にするともうこの人になりますよね。すごくね、素敵な年の取り方をしていて、今年48歳なんですけど、決してですね、若作りせず、エイジングを生かしながらね、かっこよく年を取っている人だななんて思っていて、僕の中ではですね、日本人で唯一、世界で戦えるビジュアル、そしてね、実力を兼ね備えたね、イケメンアーティストだなと、昔から勝手に思っています。ただこれはね、究極の例で、さすがにこのね、ステージで戦おうとすると、戦意喪失しますんで、一つの参考例としてね、イケメンって何なのかってことを挙げさせていただいただけで、で、あとですね、ここで言う金持ちについてはですね、いろんなタイプがいますんで、一概にこれっていうサンプルを出せないんですけど、いるじゃないですか、そのお金を稼ぐことしか考えてない背金主義者的な人ですね。けどですね、これを否定するつもりは全くなくて、お金を稼ぐことは、素敵なことなので、簡単に言えばですね、尊敬するけど憧れないっていうタイプですね。そこはね、除外してください。なので、ここからのお話については、今言ったね、イケメン&お金持ちに属さない、いわゆる普通のおっさんがどうすれば嫌われないおっさん、イケてるおっさん、そしてね、モテおっさんになれるのかっていうのをね、考えていくわけですけど、ここで言う、イケてるかどうかはですね、単に見た目の話になります。で、大前提として、外見は内面の最も外側部分であるということがね、持論なんですよね。で、ここすごく大事です。テストに出ますんで、人間の内側、考えてることがですね、行動や言動に現れて、それがですね、最終的に自分の見た目を形成しているっていうことですね。で、こういうと、一見ね、その人間の魅力を語る上ではもう見た目なんてもうどうでもいい要素に移っちゃうんですけど、現実はですね、やはり見た目、特に第一印象という点では、仕事でもプライベートでも大きく影響するんですよね。で、見た目が悪いことによって、最悪はね、そこでシャッターガーッと下ろされて、そこからね、先に進めなくなるケースもありますからね。で、人の第一印象においては、人は見た目が9割と言われていて、メラビアンの法則って、ご存知でしょうかね。見た目の内訳として、見た目が 55%、話し方が 38%、で、話す内容が 7% という法則らしいんですけど、けどですね、おっさんのね、魅力って、単にね、見た目だけではなくて、悲壮感だったり、年輪というね、付加価値がありますよね。おっさんのね、見た目を洗練しようと思っても、行き過ぎないっていうことがね、すごく重要だなと思っていて、例えばですね、見た目のおしゃれ度を100点満点
とした時に、だいたい50点から60点ぐらい、まあ、平均よりもちょっと上ぐらいが理想かなと思ってます。行き過ぎちゃうとねすごく痛いんでね。でつまり、まあ、これだけはやってはいけないっていうことをクリアする、つまり趣味ですね、守りです、まあ、これだけでね50点、そしてねその上で、まあ、あえて攻めて、まあ、攻撃でだいたい10点ぐらい加算していくっていうレベルでちょうどいいんじゃないかなっていうイメージですね。でまずはですね、かっこいいと思うおっさんを考えてみたいんですけど、まあ、僕がかつてイケてるなこのおっさんと思ったおっさんの要素で、ね、僕なりにちょっと抽出してみました、こんな感じですね。はい、こんな感じです。これらはですね、まあ、あえてね内面のかっこよさを羅列したわけですけど、人間の外側が外側に現れると言いましたよね。でこれらの要素がじゃあどのようにね外側に反映されるのかというとですね、これちょっと上からね説明していきたいと思いますけど、で家族を大事にしている人はですね、まあ覚悟があるわけですね。責任感というか、まあ、苦労というかね、あと優しさがにじみ出てる感じの人ですね。すごい素敵なオーラが出てます。で、次はですね、心身ともに健康であるということ、これはもう体型や質感に現れますよね。まあ、見た目の基本っていうところなのかなとは思ってます。あとはね、がっついていない、まあ余裕があって、まあね、樽を知るっていう人ですね。金とかね、仕事とか女性をはじめ、ファッションにおいてもですね、深酔いをしないタイプですね。あと、若作りしないとか、まあ、流行は追わない、まあ、行き過ぎない感じがですね、素敵だなと思うおっさんですね。次がですね、衛生観念がある方ですね。まあ、これはもう清潔感、見た目、あと匂いですね。まあ、その辺の意識が強い方ですね。爪とかね、髪とか、あと口周り、あと毛の処理ですね、をちゃんとしている。あとはね、いい匂いのするおっさんはすごい素敵ですよね。次はですね、ポジティブなおっさん。まあ、基本ポジティブな人はね、まあ、明るさだったり姿勢ですよね。ここでいう姿勢っていうのはポーズのことですね。まあ、胸を張って堂々と生きてる人が多いかなと思いますし、あと表情やね、顔つきに現れますよね。あと、ポジティブな人は基本的に笑顔が多いですよね。はい。次にですね、まあ、何事もセンスがいい人ですね。まあ、センスがいい人っていうのはもう空気が読める人なので、まあ、基本会話だったりとかね、すごくうまいですよね。あと笑いのセンスもありますよね。で、己を知り、まあ、自分をね、客観視できてる人が多いので、まあ、総じてね、まあ、ファッション、見た目においてもですね、大きく道を外さない人が多いですね。で、次がですね、多趣味で遊び心がある人ですね。こう趣味がある人とかって、まあ、面白いですよね。あとやっぱりね、こう好きなことにこう没頭できる人ってなんか男の色気が出てますよね。で次がですね、彼とうまく付き合っている、魅力がですね若さではないという認識を持ってるので、まあ、おっさんとしてのやれ感、くたびれ感、あとわびさび、加齢臭とかをですねあえて武器にしているおっさんですね。次がですね、知見が豊富な人ですね。もう知見がある人はですね、もう視野が広いし、まあ、知性もあってね感性豊かですよね。で知性は顔に出るし、まあ、視野が広いので、なんだろう、その懐が深い雰囲気を出してますよね。あとこういう人はね、所作だったりとか TPO を分かってますよね。で次がですね、常に学ぶ意識を忘れない人。こういう人はもう基本柔らかいですよね。でアンテナの感度も高いので、まあ、人の話をしっかり聞いてくれたりとかですね、まあ、あらゆる点で、まあ、学習能力があって、物腰が柔らかい人が多いですよね。次がですね、謙虚な人ですね。行動とかね、まあ、言動が、まあ、紳士的で、かつね、それってすごく強さなんじゃないかなって僕個人的に思ってますけど、まあね、自己主張の強すぎないファッションになりますよね、こういう人はね。あと、レディーファーストの精神というかね、まあ、それで優しさみたいなものがにじみ出てる人が多いですよね。次がですね、これ番外編なんですけど、これ、まあ、ちょっと特別枠で用意したんですけど、これ僕が個人的にすごく好きなタイプのおっさんなんですけど、不器用で頑固なおっさんね。簡単に言うと職人肌の人で、まあ、ちょっと面倒くさいタイプの人ですよね。でこういう人って軸がぶれてなくて人に媚びない、もう我が道を行くタイプなんですよね。まあ、ファッションで言うとスティーブ・ジョブズとかマーク・ザッカーバーグみたいな、ね、毎日同じ服着るみたいな、あと僕の憧れのこの人ですね。はい、こういう感じの人に、ね、なんかすごくね魅力を感じるんですよね。これはねちょっと個人的な見解なんですけど、まあ、特にね海外に行くと日本人男性の格好悪さが際立つんですよね。それ姿勢だったり髪型だったり、あと歩き方とかね、ファッションとか、特に日本人の多いハワイに行くとですね、まあ、いかにも観光ですみたいな雰囲気で、まあ、現地で買ったばかりの T シャツとかアロハシャツにですね、まあ、体型に合ってないダサ柄の海パン履いてガニ股で歩くみたいな、まあそんなシーンをねよく目にしますけど、まあ、本当格好悪いんですよね。で日本の女性は世界的にもねスタンダードですけど、日本の男性はね論外なんですよね。これはもう考え方だったり、まあ、体型的なものもあるんでしょうけど、
で逆に日本にいる欧米人はねすごいかっこいい人多いですよね。あの週末に表参道とかね六本木をあの夏はね、まあ、シンプルな T シャツと短パンとサンダルでね、まあ、サングラスかけてゆっくり歩いてるイケてる欧米人のおっさん結構多いんですよね。でここからは20代から60代の女性から、まあ、僕がね直接聞いた見た目が痛いなと思うおっさんのね要素をねピックアップしてみました。ほんの一部ですけどね、はい、こんな感じです。あのとにかく汚くて臭いね、もうこれも字のごとくですね。で次がですね、まあ、家で染めたであろう汚い茶髪の人とかね、でアクセサリーがギラギラしてる、で若作りに精を出してる人ね、まあ、これはズラだったり白髪染め一生懸命やってる人だったりしますね。次は若者のファッションを追いかけている人で、次がですね時が止まってる人、これあの髪型含む全てが昭和テイストな人だったりとか、特にあの女性からの意見が多いのがですね、昔あのバンドやってた人に多いんですけど、あの抜け切れてない感じの人ですかね、すごく多い、あのいるじゃないですか、昔バンドやってましたっぽい感じの佇まいの人、それ職業にしてるしててね、あと趣味でもね今ねやられてるんだったら全然問題ないと思うんですけど、なかなかねあの評判悪いですね、はい。で、次ですね、あの悪の強いアイテムを身につけている人ね、高級ブランドのロゴだったりがドラーみたいな感じでのもの着てたりとか、まあ、全身高級ブランド品だったりとかね、あと無駄にダメージ加工をされているものだったりとか、あの無駄にポケットの多いデニムだったりとかね、であとはね暗いところでもサングラス的な人、あとはね常に決めすぎてる人ね、うん、これもわかる気がしますね、まあ、平日のねあの六本木でよく見かけるこんなタイプの人多いですけどね、まあかっこいいんですよ、かっこいいんですけど行き過ぎてるっていうね。あとね普段まあねスーツ姿はかっこいいけどもカジュアルな服装がちょっと微妙な人、これ逆もありで、まあ、カジュアルな格好はいけてるけどもたまのスーツ姿がちょっと、うん、っていう。で気をつけるべきは平均点が高くても一つでもねずば抜けたマイナス要素があるだけでアウトになることがあるってことです。でこれ僕も経験があって、美容師さんって結構あのおしゃれな人多いじゃないですかね、スタイルも良くておしゃれな人、すごくかっこいい人もねすごく多いんですけど、まあ僕毛があった頃ですけども話ですけどね、あの美容室に行ってお話するじゃないですか、でお話しした時にすごいかっこいい人なんですけどめっちゃ口が臭かったんですよね。もうあの奥歯の虫歯直してない的なあの悪臭ですね。でもその瞬間にもうシャッター降りちゃったんですよね。なので、まずはですね初めにマイナス要素を徹底して排除する消去法からね意識するその守りのおしゃれっていうんでしょうかね、そこからスタートさせることがねとっても大事だと思ってて、でここが徹底されるだけで100点満点中50点に行くと思うんですよね。で整理するとこうなりますね。まあねこれだけ徹底すれば50点いくよっていう守備固めのイケてるおっさん道という感じですけど、まあ、爪鼻毛髪ひげはねきちんと整えるってことと、顔のテカリはねこまめに処理、体臭口臭はねこまめにチェックしましょうってことです。ここはちょっと注意が必要で、あの匂いって結構気づかない人多いんですよね、体臭でも口臭でも。でここはね僕だからセカンドオピニオンが必要だと思います、まあ、第三者に確認してもらう、まあ、信頼できる人にね確認してもらうってことはねあの必須なのかなと思ってます。で次がですね、まあ、靴の汚れだったり服のシワですね。ここをね言う上司もすごく多いんですよね、あのシワね、はい、ここはちょっと気をつけたいところですね。あとね流行は追わず、体にフィットしたものを選ぶと。年齢いってる人はあまりね流行を追わない方がいいんです。今特にあの若い人の間ではあの今ねダボついた服流行ってますよね。でそれをねおっさんがですねちょっと追っかけちゃうとちょっと痛いっていう。おっさんはですね流行を追わず基本ベーシックなスタイルで、あと体にフィットしたものをね常に選ぶ方がいいと言われています。あのすごくね品が出るって言われてますね。なのでできるだけこうタイトまではいかなくてもね体に合った服を選ばれた方がよろしいんではないかなと思います。で、次がですね、まあ、色やデザインはコンサバでいきましょうっていう話なんですけど、そうですね、あの、まあ、あまりこう奇抜なデザインだったりとか色もねあの派手な色というよりはベーシックな色をね選んだ方がよろしいんではないかなと思います。でこれらを、まあ、最低限抑えていれば、初対面でね極端にまあシャッターを下ろされるっていう可能性はね極めて低くなると思います。で次に、攻めの部分ですね、まあ、今までは守りのお話でした。次は攻めの部分のお話なんですけど、まあ、例えば僕の個人的なファッションのルールというか、まあ、定義っていうんでしょうか、まあ、シンプルに言うとこの3つなんですよね、まあ、ナチュラル、シンプル、タイムレスってことなんですけど、もう理想形はこれですね、吉田栄作、もうジーンズに白 T ですよ。これがね僕ね究極のおしゃれだと思ってます。でこのスタイルが似合えばもう何着ても似合うんですよね。
でファッションに向き合う上では、まあ、常にねこのジーンズに白 T の自分から逆算してみるという発想で、ジーンズにね、まあ、無地の白い T シャツをまず自分で着てみて、でどこに違和感があるかを検証して課題を探るんですよね。でそれが体型なのか髪型なのか、あと顔つきなのかね、アクセサリーなのか姿勢なのかね、まあ、これをベースに、まあ、自分のスタイルをね、修正しつつ、まあ、確立していくわけですけど、でその上で、まあ、個人的にね、まあ、身だしなみで大事にしている点、まあ、攻めのおしゃれポイントはねこんな感じなんですよね。はい、これもちょっとね一つ一つ説明していきたいと思いますけども、体型維持ね、もう攻めるにはですね、もうやっぱりかっこいい体型を作るしかないんですよね。かっこいい体型というか、まあね、今よりもいい体型を作ってそれを維持していくという、まあ、これにはですねもう当然ね、普段の食生活だったり、適度な運動が必要で、おっさんってね、もう本当僕もそうなんですけど、これちょっと見てもらうと分かるんですけど、まあおっさんはですねちょっと美の意識に欠けると、もうねどん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 このいわゆる胴体が太ってきて、で手足がね細くなっていくんですよ。でだんだん昆虫みたいになっていきますからね、できれば、まあ、これ僕の課題でもあるんですけど、なるべくですね鍛えて、行きたいなと。でここを絞って、まあ、次がシルエットと姿勢ですね。先ほども言いましたけど、まあ、特にねおっさんはですね体型にフィットしたものを選ぶようにした方が、で次のポイントがですね配色ですね。でこの色を選ぶ際にですね、なるべく原色を避けた方がいいんですよね。まあ、中間色を選んどけば、まあ、無難かなと思います。これグラフィックデザインでも言えることなんですけど、よく原色系で色つける人いるんですよね。パレットからそのまま引っ張ってきたみたいな、原色をそのまま使うとですねダサ感が出るんですよ。なので、まあ、ちょっとねその中間色に寄せていくというか、まあ、中途半端な色味というんでしょうかね、にするだけでねかなりねおしゃれ度は増すんですよね。あとは4色以上は使わないってことですね。まあできればね2、3色ぐらいで留めておくのがね理想ですよね。あまりこういろんな色を使いすぎると本当ごちゃごちゃして気持ち悪くなっちゃうので、ここはちょっとね僕は4色以上使わない意識が大事なのかなと思ってます。次はですね、服は消耗品なので、まあ、でお金はかけないということですね。でそこにお金をかけるんだったらですね、小物に幅を持たせるということですね。服なんてはっきり言って極端に安くない限りはですね、そんなに品質に差はないと思うんですよね。消耗品なのでね、まあ、できるだけお金をかけない方がいいのかなと、まあ、僕もそれは心がけてますね。小物はリセールバリューがあるので、そこにお金をかけた方がいいのかなと思います。で次が小物でアクセントをつけるということですね。まあ、靴、メガネ、時計、あと、ね、帽子だったりバッグだったり、ベーシックなスタイルにアクセントをつけていくっていうやり方ですね。まあ、小物を使う戦略って言うんでしょうかね、すごく有効でかつ経済的かなと思います。次はね、靴は常に綺麗にして履くってことですね。で次、おしゃれは我慢ってことですね。もうこれ楽な方に行っちゃいけないってことなんです。これおっさんあるあるなんですけども、おっさんは本当ね面倒くさかったりとかですね、まあ、楽な方に行っちゃうじゃないですか、まあ、着てて楽だみたいなね、うん、あと無難なスタイルというんでしょうかね。まあよく典型的なおじさんスタイルと言われているのがですね、茶系のチノパンに上がですねチェックの寝るシャツですね。わかるんですよ、すごく気持ちも。僕もよくやってますしね、無難なんですよ。そんなにダサくねえだろみたいな感覚で着ちゃうんですけど、女子に言わせると、まあ、それがいわゆるおじさん感が強いっていうことらしいんですよね。なので、うん、なるべく避けた方がいいのかなと思います。基本おしゃれは我慢だと思うんですよね。でちょっと肌寒くてもですね、ちょっとねデニムをロールアップして、足首出してね、素足でスリッポンみたいな感じのスタイルだったりとか、すげえ寒いんだけど貫かなきゃいけない時もあったりもして、うん、まあやっぱりおしゃれって我慢なのかなと思う時は多々ありますね。次、やりすぎいじりすぎは NG っていうことですね。まあいじりすぎって何かというと、まあ、顔をいじりすぎたりとかですね、深追いしないってことですよね。僕の大好きな小泉今日子さんも言ってましたけど、カレーはですね対価ではなく進化であると。カレーを隠すんじゃなくてね、楽しんでいく。特に男性はですね、そっちの方が僕はいけてるなって思いますね。はい、で最後はですね、これすごい高度なんですけど、香りですね。でこれをね言う女子もすごく多くてですね、いい匂いのするおっさんはすごく好きっていう女子すごく多いんですよね。外国人はねすごいこう匂いにこだわってる男性すごく多いですよね、うん、いわゆるフェロモンを放出させるっていうんでしょうかね。まあ僕もねすごく香りにはこだわってて、香りすごく難しくて強すぎてもダメなんですよね。
なので、まあ、よくねカレーライスは2日目のカレーがうまいって言いますけど、僕はね2日目のカレー臭って言ってますね。まあ、そういう香水とかとカレー臭をブレンドさせて、その2日目の匂いっていうかね、さりげない匂いを出すようにはしてるんですよね。2日目のカレー臭最高です。はい、まあね、いろんな要素が出てきてね、まあ、収集つかなくなってきてると思いますので、最終的にまとめます。要点はこうなりますね。で、見た目は内面の最も外側であるという自覚が大事だよということ、清潔感はですね大前提だよっていうこと、まあ、10年後もね着れるタイムレスな服装選びと、あとはね体型維持っていうことですよね。まあ、体型維持しないと10年後着れないんでね。はい、あと無駄に余計なことをしない、ジーンズ&白 T のシンプルマインドを忘れないっていうことですね。で、小物や香りで遊び、ファッションを楽しむということですね。で、香りもですね、やっぱりちょっとこう危険なので、第三者によるねセカンドオピニオンは必要だと思います。あと最後はですね、まあ、深追いをしないということですね。ファッション誌とか絶対見ちゃダメですよ。これすごく重要で、あまりこうファッションにね強い関心を持たない方がいいと僕は思っています。ファッション誌なんかは本当自分とは関係ない、自分とは全く違うタイプの人がですね服着てるわけですから、あまり参考にならないはずなんですよ。なので僕はいつもね、例えばね、その表参道とか歩いてるとすごいおしゃれな人いっぱいいるんですよね。だけど年齢だったりね、体型だったり、こう自分に近い感じの人でね、かっこいい人がいたらね、もうその人のねファッションも目に焼き付けるんですよね。で、それを真似するんですよ。で、真似していけば感性っていうかね、まあセンスが磨かれていくんじゃないかなと。まあそう道は外さないのかなと思います。見た目がねイケメンではない、お金もないおっさんでもですね、まあこれらの点をねしっかり押さえていけば、まあ、イケてるおっさんになれると僕は信じてます。で、やはり普段の思考っていうか生活習慣、まあ生き様などがですね見た目に反映されるので、大きくね急に変えようと思っても、まあ一朝一夕にはいかないと思いますけど、やっぱりね日々の小さなねその意識改革というか、あと継続なのかなと思います。まあね、残された人生といってもですね、まだまだ50年もありますから、まあ、だらしなく余生を過ごすのか、それともシュッとした、ね、余生にするのかで、まあ、残された人生の質ってね、まあ、大きく変わるんじゃないかなと思ってます。あとですね、やはりおっさんはやりすぎないっていうことがすごく大事だと思います。で、以前アラフォーの婚活している男性にですね、どうしたらモテますかってガチで相談を受けたことがあるんですよね。で、その人は見た目も、まあ、いわゆる教科書通り、まあ、スーツかなんかピシッと決めてね、まあ、清潔感もあって、まあ、すっきりしていて、まあ、年収もそこそこ、毎週末ね婚活で出会った女性とデートするもなかなか成就せずみたいな人だったんですけど、で、その人の問題点はですね、もう頭の中が女にモテたい、しかももう理想がめちゃ高いっていうね、あと若干その女性を見下してる雰囲気もあって、まあ、ファッション誌読みまくってモテるための情報も漁りまくり、モテるためのノウハウをこれでもかってぐらい吸収しまくっている、まあ、頭でっかちくんというかですね、まあ、彼にまあガチでね、そのどうしたらモテますかみたいな相談を受けたことがあって、これ皆さんだったら彼にどうアドバイスします？これすごく興味あるんですよね。で、僕はその時に彼にどう助言したかというと、あなたはまだ自分の魅力に気づいてないと、自分の荒探しばかりして必死でそこを補ってごまかそうとしてる、まあ、それをね女性に見抜かれていて、この人は自分のことで頭がいっぱいなんだなって、まあ、そもそも人はね会えば会うほどボロが必ず出るし、考えてることが、行動やね言動に現れます。で、女性はその辺のね嗅覚がすごく鋭いんですよ。で、自分のダメなところもね一つの個性として認め愛してあげることですと、じゃないと人のことなんて愛せませんよっていうふうに言いました。これ皆さんだったらね、彼にどうアドバイスします？ってことで、見た目は良くてもですね、中身がクソ野郎な人間はね、もう男女限らず世の中いっぱいいます。おしゃれなね見た目ってもうちっちゃな付加価値でしかないと思っていて、まあちょっとね言い訳がましいんですけど、臭いセリフかもしれませんけど、もう人間はねやっぱりねハートだなって思いますね。はい、ではまた。